氏名は、作家、薬丸学が表したミステリー小説である。2012年4月25日に単行本、2014年11月7日に文庫本が文芸春秋から刊行された。2019年5月にテレビ朝日系において、ドラマスペシャル氏名刑事のタイムリミットのタイトルで、テレビドラマ化された。本作は、スキルス違反を患い、連続殺人犯へと変貌を遂げた。 青年、坂木真一を追うことに生涯をかける刑事の青井良、相棒の若手刑事である、矢部智樹、そして坂木の恋人である、山口清志野の4人の視点から語られている。文芸評論家の郷原博士は、本作について、死ぬべき命と生きるか死ぬかの急所の2つの意味を持つ、使命を描くことで生きるとは何かを問いかける、哲学的なミステリーであると語っており、 著者の役丸について、異常な殺人衝動に犯された人間をさりげなく、一般人の中に息づかせるように描き出せる作家で、あると評している。ドラマスペーシャル指名刑事のタイムリミットのタイトルで、テレビ朝日系において2019年5月19日、日曜日21時から23時5分に放送された。主演は、吉田幸太郎。指名刑事のタイムリミットに関するカテゴリー。 ありがとうございます。